こんにちは、木下ゆうかです。今日はですね、じゃん、これです。去年リリースされた Y の冒険になんと私のステージが追加されたので、それをやってみたいと思います。じゃあやります、スタート。あー、これ猫ってもちこっていう私が考えたキャラクターなんですよ。このキャラクターのステージが追加されました。いきます。あー、かわいい、顔が変わった。よし、頑張れもちこ。なんかね、この食べ物を取ったらいいらしいんですよ。あー、死んだめっちゃ、え、違う、今ちょっと説明しよったっけや。うん、はい、ハンバーガー、はい、ユーハンバーガー。え、朝日さんだ今のそう、朝日さん、オムライス、ハンバーガー。それから、あ、朝日さんが出てくる、どっかで。あ、朝日さんちょっと待って、ちょっと待って、やばい。え、本当に死にすぎやと思う。自分の生み出したキャラクターをこんなに殺して、こんなに、あ、よかった。あ、ハリネズミ。ハリネズミ絶対踏んだら痛いと思う。これでも、なんか、あ、やった、瀬戸さん倒した。あー、ダメめっちゃ恥ずかしい。え、オムライスハンバーグ。あ、朝日さん、リンゴ。はいはい、あ、そう、長押しするとくるくるってなるんですよ。いや、もう瀬戸さん嫌い。え、さっきなんかあったよね。あえ、でもこれなんかね、いっぱい多分食べ物を取ったらなんかいいことがあるんですよね、きっと。もうこのハンバーガー取らん方がいい。あ、え、ここをさ、瀬戸さん、これどうしたらいいと。こう、だってブロックが先出てきたけ。あー、来た、これ来た。もう絶対なんかでも罠が。めっちゃ難しい。ちょっと待って、ここに Y が出てくる。天丼、もうなんか罠がいっぱいでやだ。ペンギン。あ、ペンギンうわ、今マグで倒せた。瀬戸さんのことは知らない。あ、下って、でもこれ罠っぽい。なんか矢印があるけど、このゲーム罠いっぱいないやもん。え、なんだろう。あ、下に降りろってことやって、今の罠じゃなかった。ね、天丼、ハンバーガー、天丼、ペンギンがこの辺で出てくる。ペンギン、瀬戸さん、ここで落ちる。きたー、あーひどい。え、マジで、すごい速さで死ぬんだけど、ここどうしよう。ここ、ほんまにジャンプ。なんかぴょんぴょんなっとる。え、そういうアイテム、これ。瀬戸さん。あ、ハリネズミがいっぱい来た。ハリネズミが。ハンバーガーでもあとちょっとでクリア。はい。ハンバーガー。はい。ハリネズミどっか行け。ハリネズミどっか行け。ハリネズミ。
ここで死にたくない。クリアしたいもん。これでもなんかライフとかがないけいいですよね。なんか時間置いてあれと時間置いてまたプレイとかがないからやりたい放題。何回死んでもいいけど、それがね、頑張れ。あ、なんかちょっと待って、でも大きくなっとる。あ、大きくなっとるわ。食べ物食べてちょっと大きくなる意味ってあるんかな。とっても大きくなったって別に強くなってないんじゃないの、これ。逆になんか難しいんだけど、こういうところに乗せるのが大きくなると。え、食べ物取ると難易度が増しとるんじゃないか。あれ難しいな。いけるかなこれ。あ、いけた、いけた。はい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 。嘘でしょ。難しい。もしかしてアイテムをいっぱい取れんかったからサイズが足りないからクリアできないとかないですよね。これは、はい、あ、ちょっとここ行かれもう。怖いよ。ここめっちゃ大きくなっとる。ここ通れる？あ、通れん。え？え？嘘でしょ？食べちゃいけんかったと？皆さん大変です。食べ物はバナでした。食べ物を食べたせいでここ通れなくなってしまいました。それでここで一旦もうこの人はさよならもちこライフさよなら。食べ物はいらないっていうね。あーもう嘘、取っちゃう。取っちゃう。あ、どうりでなんか取りやすいと思った、このステージの食べ物が。そういうこと？罠か。畜生。私が食べ物に弱いことを知って。あー、取っちゃうもん。あー、取っちゃうもん。これダメだと思う。絶対取っちゃうもん。取っちゃう食べ物はもうしょうがないから、取ってどこまで、あそこまで行って、ああ、ちょっと待って、私昔はゲーム上手だったんですよ。その時の絹塚をね、ああ、じゃあ昔のゲームもっと簡単やった気がするんですよね。いけ、頑張れ、ああ、頑張れ。耳がもうやめな。取りすぎたから、でもあれ以上取れ、あれ、ああ取らんでいけた今。そうか、くるくる回る対空時間大事。ここ大事。100までやってみよう。100までやってクリアできなかったら今日のところは諦めよう。っていうことは残り10をめっちゃ頑張らんといけんってことですよね。残り10を大事に。ここね、ここ、行けたところでこのサイズであそこ行けるのかっていうね。はい、行かれん。あれもちこ、世界を救うんだ。世界を救う目的なのか分かんないけど、待って、残り2回しかできん。残り2回、何回でもしていいんやけど、私がね決めた。もう食べないで。あと1回、絶対クリアします。
うん、難しいよ。ああ、どんどん大きくなっていく。100回いっちゃった。ちょっと待って、最後残り1回だけさせてください。あと1回だけ。101回目のファイル冒険、待って、あそこ、あそこまで行こうかな。ここまで行けるようになったんだ。はいっていう感じでございます。このゲームはものすごく難しいですけど、何回でもできるので、ぜひぜひ皆さん根気よくやってみてください。ちょっともちこのね、食べ過ぎには注意してください。食べ過ぎは良くないですからね。めっちゃ面白かったです。でも絶対これクリアしてみせます。今日のところはね、こんな感じで終わりましたけど、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。